皆さんこんにちは、バルケインの菊池とバルケイン赤羽です。今回2人での撮影、だいぶ久しぶりですね。はい、今回ですね、お邪魔しておりますのが栃木県大田原市にあります、緑フィッシングエリア様にお邪魔しております。まあ、こちらの釣り場のうちの荒川とか、はい、佐藤市のだいぶね、はい、昔からお世話になっている釣り場さんなんですけども、はい、まあ、こちらの釣り場で今回何やるか、はい、ご紹介させていただくのがこちら、ブラックブラストの 1.8g となります。はい、まあはい、リリースして間もない、そうですね、カバネスプーン第2弾です。第2弾、前回そのフィッシングバッグさんで、はい、だいぶいい魚ね。そうですね、両型の魚を、はい、結構釣らせていただいたので、はい、あの撮影結構手応えは正直ありました。はい、ただなんか俺聞いた話だと、はい、まだなんか伝えきれてないみたいな、そうです、ね、会社でだいぶ言ってたみたいで、はい、それでもそれを聞いてですね、ちょっと僕の方今回借り出されまして、はい、よりちょっとその開発側のね、はい、話も含めながら、よりこのブラックブラスディッカーっていうの魅力を皆さんにお伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速実況の方を開始したいと思うんですけども、はい、まあ、まず今日やる緑フィッシングエリアさんの特徴としては、結構ハイシーズン僕の中では、はい、サクラマスがすごい有名っていう、ね、イメージで、結構サクラマス中心に虹のとか結構色物入っててっていう感じなんですけど、まあ、ここからちょっと夏場にかけては結構、まあ、ニジマスがメイン中心で、はい、まあ、あとちょっと赤身のね、そうですね、引きの強い魚なんかがいるイメージで、の釣り場さんなんですけど、まあ、今回このね、ブラックブラスト 1.8 を使うということで、僕がですね、まあ、釣り場さん的に結構平日でも前に放流が入るところなんで、はい、その放流でのちょっと残りとかも意識しつつ、このグリーンメタリックの、こちらが中村大輔ロイヤルゴールド、まあ、ボタニカルゴールド、はい、はい、で、スタートしていきたいと思います。で、僕の方が、こちら。ゴールドとブラウンの組み合わせの、ゴールデンブラウンの方が、はい、まあ、結構セカンドでもカードでも、そうですね、高活性から、低活性まで、はい、まあ、こちらでちょっとスタートしてみたいと思います。それでは行きましょう。はい、まあ、釣り位置的には管理棟からね、結構駐車場から奥側の場所なんですけど、アウト側に当たる、ね、うん、エリアですね。まず端的にその、あ、もう早速、はい、カメラが追いついてない、荒川さんのカメラがスピードスターのカメラも追いつかないぐらい早かったですね。早速ヒット、あ、結構いい魚です。いいサイズだね、はい、いいサイズです。しっかりと上顎にかかってます。今イメージ的にも着水してすぐ巻き始めた感じ。そうですね、まあ、幸先いいっすね。本当です。サトシ的にこのブラックブラスト 1.8、はい、もう簡単に、あ、もう当たってるけど、ちょっと俺の話も聞いてもらって簡単にもう、はい、なんていうの、もうここが一押しっていう、まあアクション的にはうちで言っても今まででの最強のボールリングって歌ってるんだけど、はい、まあその中で、はい、まあ、どう言ったらいいかな、僕がやっぱりそこの特徴の一番大前提に置いてるのが、うん、振りの強さから来る収魚力、収魚力、魚を引きつける強さですよね、うんうん、はい、ってことはもう基本的には、はい、もう朝一スタートで投げてっていう、あ、もう、うん、本当にサーチから、うん、そのメインのルアーローテーションの軸にしてほしい、うんうんうん、はい、スプーンになります。もうハイバーストを差し置いてでもこれはメインにしてほしいとそうですね、うん、やっぱりそこが、はい、うん、僕もやっぱり、うん、打倒ハイバーストみたいなところがあるんで、まあ、じゃないですね、はい、でやっぱりそのちょっとね、言ってる意味が分かるところがあって、やっぱこのしっかりと振るオブリングで、まあ、守備力が非常に強いんで、はい、朝一逆にこう寄せたい&逆に言うと寄るのかなっていうサーチ、そうです、うん、そうです、そこがね、はい、今までのちょっとうちのスプーンとちょっと今まで違うかなっていう、うん、で、まあこの前も言ってたのが、まあ今回この開発のコンセプトの中でも出てたんだけど、
どちらかというとハイバースト 1.6 ってそのマク速度とかによってアクションの性質が変わってくる、はい、どちらかというとその多様性の強い、はい、うん、多様性が強いスプーンの中で、はい、まあ、その中であの、まあ、あの荒川徹が作ったその速度に特化したアストラルっていう中で、はい、まあ、第3のねその強さというかしっかりとその引きつけるアクションの強さにまあ徹底したスプーン、はい、まあ、これがブラックブラスト 1.8 になるのかなっていうところが僕の中であって、なのでやっぱりそのスタートってまあその釣り場で状況でいろいろあると思うんですよ、はい、そのアストラルのようなその速度速さ最初その速さの強弱で、はい、探った方がいいかな、アクションの強さかな、それともどういうアクション好んで食べてくるのかなっていうので、ここの多分今後ハイバースト、アストラル、ブラックブラストってメインになってくるんですけど、はい、やっぱね、これ俺の本音で言ってもサーチで一番最初にしてほしいっていうのは、最初やっぱね魚寄ってくるかとかっていうアクションの強さでサーチするっていうのは、はい、まあ一つ、うん、理にかなってるのかなと思うんで、まあ、そこはやっぱりこのスタートで最初に投げてほしいっていうそのサトシの気持ちはすごい、はい、わかるかなって感じで、うん、じゃあ今度その探っていくときに、はい、赤羽サトシさん的には最初からよりその細かく探っていった方がいいのか、それともちょっともう全体的に上真ん中下みたいな感じで大雑把な方がいいのか、やっぱり、サーチの段階で細かくその探るっていうのって、うん、結構時間かかっちゃったりとか難しい部分あると思うんです、うんうん、なので比較的ざっくり探っていくのに、うんうん、このブラックブラストの振りの強さが、うん、収録があるので、うん、ざっくり探ってても魚を引っ張ってきてくれるっていうイメージで、うん、使っていただければなと思います、うん、例えばじゃあ水深が 2m のところだったら、はい、まあ水面から 1m が上の方、はい、で 1m から今度、おお、いい場合決まったね、喋りながらでもちゃんとずっと釣り合いしてる、今もねもう結構しっかりねいい場合だ、行くな、おお、手前走りますね、下顎でしたけどね、しっかり反転して持ってってくれましたね、まあ、話戻すとなんですね、はい、話戻すとやっぱりその収穫力、引きつける力もあるんで、はい、まあなんていうのかな、さっき言ったように大雑把に上の方下の方っていう、まあ、着水と同時に巻きました、今度じゃあ一番ボトムまでカウント取って巻きましたっていうので、はい、そのやっぱり魚の収穫力があるから最初結構そのなんていうのかな、そこまで細かくライトにアプローチしなくてもいいっていう部分ももう自分の中では明確になってる、はい、そうですね、やっぱりそこからそのよりやっぱりサーチの段階で細かくってなかなか難しいので、うん、よりそのざっくり、うん、その上なのか中層なのかボトムなのかっていう反応を、うん、分かってもらえれば、うん、その後のローテーションで詰めてもらうよう な感じが一番使いやすいかなと思うので、最初にやっぱりだからこそ交流の高活性だったりとかサーチの段階で使用していただきたい、でなおかつその初心者というか釣りやり始めてスプーニングなんか難しくそのウェイト感覚とかを考えてらっしゃる方により使ってもらった方がいいのかなと思います。そうですね、まあ、逆に言うとその何かこうね、まあ、荒川さんいないから、言うわけじゃない、褒めるわけでもないんだけど、そうやっぱりこう早い、なんていうのかな、速さに特化した、強さに特化したっていう一つ何かここが強みなんですっていうのがあるスプーンって、はい、逆にその扱い方っていうのが単調でいいというか、はい、うん、実際僕も今もうねこうスタート撮影スタートしてまだ着水と同時をまだこう巻いてるだけなんですけど、はい、全然やっぱりほらみどりさんの火星もあるそれはもうコンディションがいいのもあるけどまだ上の方でね、うん、全然こう反応も取れるんで、どうしてもスプーニングってこうカウント細かく取って刻んでみたいなイメージのちょっと難しさを感じちゃう人なんかは最初にこのブラックブラストで、はい、うん、もう投げて着水から巻きました、半分ぐらいまで沈めて巻きました、ボトムまで1回取って巻きましたぐらいの大雑把でもそのしっかり引きつけてくれるから
魚の反応取りやすいよってところはそうですね、うん、あるかなっていうことですね。まあ、本当になんか今こうエリアもアイテムが増えて、まあ、あのハードプラグも含めてなんだけど、そうこう魚をいろいろ攻略していこうっていうことでアイテムを増やすことによって、よりその多彩には攻められるようになった反面、細分化も結構進んでしまって、逆に言うとすごい大外しってこともあるじゃないですか。逆にこういうもうアクションの強さで引きつける釣りをするっていう部分に特化してもらうと、逆にこのブラックブラストの良さですかね、結構出てくると思うんで、まあ、正直なところ僕もこれ、まあ、あの今回あのテストは完全に任せたじゃないですか、俺行かないというか、ちゃんと赤羽の考えを入れてほしいんで、テストはお願いしますねと。で完全にその金型とか、そっちだけを僕やってて、はい、まあ、ある程度これで OK ですって言ったところで使ってみたんですけど、実際今までのスプーンと何が違うかというと、投げてこう水の中落ちて巻き始めるじゃないですか、はい、もうねこうしっかり左右に振ってるんで糸がしっかり張ってるんです、はい、で今までのスプーンよりその水がしっかり噛んでるなっていうのがあるんで、実際ちょっとマイクロクランク引いてるんじゃないかぐらい、ちょっと重さを感じたというか、その手元にかかる負荷っていうんですか、水をしっかりとルアーが受けてる感覚が伝わってくるぐらいの負荷がかかるような形なんで、その、まあ、釣り手側ですよね、僕たち側から巻いてても、あ、ちゃんとルアーが動いてるんだな、引っ張ってるんだなっていうのが分かる、あの動きになってると思うんですよ。逆にそこがしっかり動いてるなって分かると、魚のバイトも逆にその動きが止まったとかいうので、より判断しやすいじゃないですか、しやすくなる、ね、それはねこう巻いてて、あ、すごい、特にそのちょっと高感度ライン、クロロカーボンとかエステルで巻いてると、水をしっかりあの噛んでボブリングしてくれてるんだなっていうのが分かるんで、そこがねもう、ああ、大きな違いだなっていうのはすごい僕も感じたんですよ。やっぱりそこと連動して水をしっかり噛んでるってことで、その浮き上がりにくさっていう部分も、あのやっぱり備わってるっていうのがこのブラックブラスト、なので比較的そのざっくりは探っていくっていうのもあるんですけど、そこからより詰めていくって言った時にも、あのレンジコントロールがしやすいっていうところも特徴の一つです。意外と本当にそのレンジコントロールのしやすさを実感するってすごい難しいと思うんですよ、結構あとは同じスプーン何回も投げ込まないと、そうですね、でやっぱそのちゃんとした比較をしないとその辺って比べるのが難しいんだけど、はい、まあ、このブラックブラストに関してはやっぱり狙ったレンジっていうのかな、カウントを入れた時にしっかりそのレンジでやっぱり、水絡みしてくれてちゃんと引けてるなっていうイメージがつくので、まあ結構ね、正直最初使った時に、はい、おーっていう感動とはまた違うな、なんだろう、感動ではない、まあ、自分で一応作ってるからね、そうですよ、作ってるからなんだけど、あ、なんか特徴がすごい出てるなっていうのは、感じたかな。あともう一つちょっと聞きたいところで言うと、はい、そのなんていうのかな、まあどのスプーンでも、まあ、早めから遅めまでっていうアプローチは全部成立するんだけど、はい、速度の幅というところですかね。じゃあスタートもこうサーチでもその集魚力でサーチしていきましょうって言った時に、はい、そのスタート始める速度、はい、まあ、僕よくそのハンドル一周何秒みたいな感じで表現するんだけど、その速度的に言うとだいたい早いところでスタートするんであれば、まあ、1秒ぐらい、はい、1秒1回転ぐらいですかね、で始まっていただいて、そこからやっぱり低速にどんどん落としていくじゃないですか、その時にだいたい3秒から4秒ぐらいまで落としても振りが崩れない、低速のアプローチしてもしっかりと振ってくれるっていうところが、はい、あります。やっぱりこうね、釣り場さんもいろいろ多種多様で、はい、朝一やっぱこう、まあ、魚がこうね一晩休んで、高活性ですよって言った時に、
今正直その高活性って一つ言っても、はい、高活性のパターンもいろいろあるじゃないですか。ありますね。そうです、ね、あるじゃないですか。もう連続で、はい、いいサイズですね、はい、緑さんっぽい魚。はい、田中さんお待たせいたしました。ナイスサイズ、いいね。このサイズ来るとちょっと嬉しい、はい、僕はちょっとさっきサトシが使ってたからですね。これ全部、はい、これね、遅いの粘りがちなちょっと僕は先の方にローテーションしてシルバー系のポーカーオリーブ。今のもね、下からちょっと食い上げ気味だったんで、ちょっとあれ当たってるかなっていうのは不安だったけど、よいしょ、いいバイトでした。今のは面白かった、うん、今のは完全ブレイクのところの魚、うん、いや、ブレイクのところから、うん、ちょっと食い上げ気味というか一瞬抜けた感じで、やっぱそのね、あのこう食い上げるとやっぱりそのテンション抜けるんで、抜けますよね、ふっと軽くなるよ、うん、それもやっぱりね、アクションしっかりしてるから、うん、すごい分かりやすい、抜けた感じが分かる、そう、明確っていう、はい、なんか競争ありそうな、なんか今の完璧でしたね。取った。いいです。いやー、こういうのがね、また面白くさせちゃうんだよね。バイトの一部始終がいいですね。はい、もう。まさに引きつけて食わせたっていう納得の、もう帰れる音というか完璧というかもう帰宅できます。いや、今のは本当になんか真骨頂見たなっていう。ああいうパターンって結構途中で帰っちゃうじゃん、はい、帰っちゃいますね、帰んなかったもん。シンプルな青軍で、お、手前でライト出ました。僕はちょっと一足先大好きなアイスブルーでついてんなと思った。少しこの風が吹いてきてますけど、うん、あの今日なんか僕タックルでナイロンライン組んでるんですけど、うん、やっぱバイトが風が吹いてても、うん、その振りが強くて負荷がかかってる分しっかりと出るというか、うんうん、それをちょっと感じますよね、うん、そうだね、ナイロンラインの時だとやっぱちょっと風でこうね、はい、たわみますからね、うん、こうたわんでスラックが出ると、はい、若干ワンテンポ遅れるように感じたりとか、はい、強さも3割減で感じちゃったりがあるので、うん、まあ、そういう中で言っても、まあ、辛く若干出ながらも、はい、まあ、しっかりその中でちゃんと張ってるっていうのかな、あったよ、うん、まあ、なんとなくこうちょっと今日のイメージもつかめてきたかなということで、はい、まあ、前半は、まあ、なかなかいい釣りだったんじゃないかなという部分で、一旦仕切り直して、ちょっとまあ、せっかく来たんでね。おお、よーし。
っかりと仕切り直させない。ごめんなさい、バレちゃいました。まあそういうこともあります。はい、なのでね、まあ、ちょっとここで仕切り直して、はい、ちょっと場所なんかも変えながら、はい、もうちょっと全体的に探っていきましょうか。はい。さてさて、はい、前半はですね、どちらかというと、アウトレット側でやってたんですけど、はい、場所移動しまして、今度ね、駐車場側の、 管理棟から見て、左側のワンドの方に移動しました。はい、まあ、前半中層付近から、ちょっとヒーターが高くなってボトム付近で、はい、いい反応取れたんで、こっちでもね、まあ、そこを踏まえつつ、ちょっと実況開始してみたいと思います。はい、僕はカラーの方を引き続き前半から繋いで、E中間ですね。こちらで行ってみたいと思います。で僕がシューティングスターですね。シルバー系から。では、パッチョ行ってみましょう。はい。ポイントによってその魚の付き方が違かったりとか、うん、その、まあ、こちら側に来て広範囲により広範囲に攻めれるっていうのがあるので、うん、まあ、攻め方としてもまた違う攻め方が有効の場合があります。沈めて、まあ、初めですもう着底して1回転目でグッズ。本当はもう着底で食ってやった。裏でいうポチャ食いみたいなもんだよね。会社がうるさい。ポチャ食いです。巻いてないっていう。綺麗に。結構カラーの要素って明確に出るときに本当に明確に出る。出ますよね。その塗り系がいいのか、うん、それともメッキがいいのかもそうですし、明滅がいいのか三色がいいのかも、ね、しっかり出ますからね。巻きはやっぱり少しスローめなんですね。これでまあ入れて反応出るとやっぱりそのメッキ系のリアクション要素が効いてるって感じ。そうです。本当に今日なんかは明確な要素、うん、このスプーンの明確な振りの強さっていう部分と、うん、そのカラーリングも今日のアプローチなんかも明確な要素でしっかりとパターニングが出たって感じはあります。
まあ、これがね、またこう浮いてる魚、こうマイクロ系とか、はい、まあ、あのハードプラグに狙ってもよかったし、はい、だからまあこの、まあ、今日に限ってこのブラックブラントで通しましょうということで、はい、まあ、そのカラーローテーションと、はい、うん、アクションのその性質で、うん、そこをしっかりつかめたのかな。バイトがいいね、ちょうどダブルヒットはない。ダブルヒットがない。互い互い。で、本日はですね、はい、緑フィッシングエリアさんでブラックブラスト縛りで実況の方を行いましたけども、はい、いかがだったでしょうか。はい、実況スタートから表層付近での、バイトがかなりしっかりと出てて、そこから時間に応じて中層付近で最終的にはボトムという感じで、時間の流れに応じてブラックブラスト 1.8g 終始することができたと思います。はい、あのね、僕もね、あのかなりねブラックブラストの特性生かした釣りをやらせてもらえたかなと思います。まあ、あのね、あの動画の中にも出てきたんですけど、最後にね、もうブラックブラストここが注目ですってところをもう一度最後に言ってもらって、はい、広範囲からの動きの強さによる集中力ですね。はい、まあ、アプローチとしてはもう大体最初は広くね、こう魚を引きつけて誘い出すってことを意識してね、使ってもらうと、よりね魚とのコンタクトを取りやすくなると思いますし、あとね、後半見ていただいた通り分かる通り、ボトムとかのその繊細なタッチもね、非常に有効なスプーンになっておりますので、今後注目して皆さんで、ね、使い込んでいただけたらと思います。本日はご視聴ありがとうございました。バルケインチャンネルをですね、これからますますグレードアップしていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。